はい、皆さんどうもこんにちは。試合前エナジードリンク飲むやつ大体途中交代。今回ですね、まあね、なんてことじゃないんですけど、そんなまあ、そんななんてことじゃないって言うんですけど、なんて言うんだろう。YouTube 登録者3万人突破しました。やっちゃってるー。すいません、ということで、チャンネル登録者の方はね、先日3万人突破いたしました。まあ、だからといってこう別になんか変えますよとかそういうことは全くないんですけど、まあね、一旦こう区切りということで、前回第1回やったんですけど、質問コーナーの方をね、やっていきたいと思います。はい、あんま興味ないかもしれないんですけど、楽しんでいただけたらなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで第1問やっていきます。スタート。おいしいマッピーやってください。いいって、もうそんなんいいって、いい、もういいって、いいよいいよ、ほんとやらない、ほんとやらない、ほんとやらない、ほんとやんないよ俺、ほんとやんないよ。何が生きがいですか？おしまぴ、彼女はいますか？この質問って非常に面白くて、なんだろう、こう、まあ、物理的に言うと、まあそのいない。こんにちは、こじきです、スパイクください。うん、その潔さはあげます。住所教えてください。怖い話をしてください。これ本当に怖くて、いつかな、遠征の時だったんですけど、まあ友達と、まあ遠征の時にこう、ご飯屋さんに行って、まあお友達と話してるわけですよ。で、ある、友人が、俺ちょっとうんこしてって言って、うんこ、代弁をしたいと言ったんで、まあ僕も代弁がその時ちょうどしたくて、うわ、俺もしてっつって、でも先にもう代弁行くって言ってたんで、まあ先に譲ってあげようと思って、まあ代弁行って、僕も代弁待ってたんですよね。そしたら、まあ、かなりその友人が遅かったんですね。代弁出てくるのが。お前遅えよっていうことで、まあ、俺もう結構我慢できなかったから、ちょっと他のトイレ探してくるわって言って、ちょっとどっか行ってたんですね。そして、まあね、まあ、数分後にちょっとまあ、トイレもなくて、まあ、戻ったんですね。その代弁のところにね。で、待ってた友達のところに行ってね、お前遅え、まだかとか言ってね、こう、茶化しながら言ってたんですね。そして、全然出てこないんで、ちょっともう、痺れ切らして、上から覗いて、お前ふざけんなよ、お前、うんこくせえな、こらつったら全然知らない人。誰ですか？朝目覚ましになる前に起きてからカメラセットしてますよね。はい。大学サッカーを引退した後ってまだ YouTube やり続けるんですか？死ぬまでやり続けますよ。あ、ちょっとごめん、それは嘘だ、ごめん。ぶっちゃけ1ヶ月の収益ってどれくらいなんですか？どうやって表したらいいかな。サッカーのスパイクが何十足買えます。住所特定指名してやめてください。なめる後輩への対処法を教えてください。いや、これは非常に簡単っすよ。マジで簡単だから、ちょっと険しめの顔で、おいちょっとお前来い、ちょこっち来い、お前よ、飯おごったるわ。エスタですって封印したんですか？小野真二です。ミスして決められたらフィールドになんて声かけますか？ごめん、レッドブル飲むの忘れてた。なんか好きな芸人さんとかいるの？千鳥。クリラの前歯がなくなってました。これって脈割りですか？これは一見すると脈割りかもしれないけど、でも、飯はレモンジュースが好きでしょ。将来どんな人になりたいとかってあるんですか？愛が大きくて、自分の大切な人を守れるような人になりたいです。あなたにとって YouTube とは？うわー、これ来たか、これ来た。結構来るね。まあ、俺のサッカー人生。はい、ということで、短いですが、今回はこれぐらいで、終了したいと思います。インスタの方にですね、たくさんのわけわかんない質問だったり、すごい真面目な質問などもいただいたんですけども、まあ、今回はちょっとね、真面目な質問はちょっとあまり、紹介できなかったんですけど、まあ、次また質問コーナーやるときにですね、ちょっと真面目な質問もね、また答えていければなっていうふうに思うので、またよろしくお願いいたします。でですね、そう、今回最後に皆様にお伝えしたいのがですね、12月12日の土曜日、夜8時にですね、ついにコラボ企画の方をですね、 YouTube の方で動画を上げますので、ぜひね、土曜日の夜8時、コラボ企画の方をね、お楽しみに待っていただければなというふうに思います。またね、日曜日の方にもですね、コラボ企画の、後編など上げていきますので、同日と、YouTube の配信をね、お見逃しなくということで告知させていただきます。はい、ということで、今回の動画はここら辺で終了したいと思います。ありがとうございました。へね。